源氏物語第十二条須磨。当代の外戚の大臣一派が極端な圧迫をして源氏に不愉快な目を見せることが多くなってゆく。努めて冷静にはしていても、このまま置けば今以上な災いが起こってくるかもしれぬと源氏は思うようになった。源氏が院政の地に擬している須磨というところは、昔は相当に家などもあったが、近頃は寂れて人口も希薄になり、漁夫の住んでいる数もわずかであると源氏は聞いていたが、田舎といっても人の多いところで引き締まりのない陰性になってしまっては嫌であるし、そうかといって今日にあまり遠くては人には言えぬことではあるが、夫人のことが気がかりでならぬであろうしと反問した結果、須磨へ行こうと決心した。この際は源氏の心に昇ってくる過去も未来も皆悲しかった。